バルデンベアーズ。はい、こんにちは、ショウザです。今日もベルギービールを紹介したいと思います。はい、こんにちは、ショウザです。本日もベルギービールを紹介したいと思います。本日紹介したいビールはこちらです。ドゥンボー。こちらです。ドゥバルです。じゃん、ドゥバルです。はい、こちらは紹介しなくてはならないベルギービール、ドゥベルです。こちらのビール、ゴールデンストロングエール、黄金色の強いビール、ゴールデンストロングビール、黄金色の強いビールとなっております。こちらは悪魔のビールと言われています。このビールなんですけど、とても有名なビールなんですけど、アルコールは 8.5% あります。結構高いビール、ストロングっていうぐらいなんで、アルコール高めのビールになります。強いビールですね。で、超有名なビールで、どこで醸造されているかというと、モルトガット醸造所っていうところで製造されています。まあ、首都ブリュッセルの南の方に行ったところにあります。静かにしてください。こちらのドゥベルがまだ熟成してる途中でしょうが、熟成してるんです。この中で発酵してるんです。それを今日開けたいと思います。このベルギービール、ドゥベルは歴史があるんです。今モルトガット醸造所の4代目、3兄弟で作っています。ミッシェルっていう、ミッシェル、モルトガットを中心に3兄弟で作っていて、非常に敬意のあるビールです。どこでも買える超有名なビールなんで、皆さんも買って飲んでみてください。で、このビール、ドゥベルっていうんですけど、その名の通り悪魔というビールです。ストロング、イチコロにされちゃいます。では飲んでいきましょう。ドゥベル開けます。で、このビール泡立ちがすごくいいんですよ。で、こういうチューリップ型のビールが専用のグラスになります。見ててください。こうやって一回ついで、で、泡を落ち着かせます。そしてまた次で、そうすると泡が盛り上がるんですね。で、この泡で、この今泡がいっぱい立ってて、下からも泡が立ってて、これでビールを守ってるんですね。相当泡ももっこりというか、ふっくら盛り上がる感じになりますね。それではドゥベルいただきます。あー、うまいね。最高。さすがストロングエール、ガツンときますね。ゴールデンストロングエール美味しいな。そしてこの今日ドゥベルに合わせていく食材紹介したいと思います。じゃんじゃん、アワビです。では早速焼いていきたいと思います。アワビを焼いていきます。モルトガット醸造所のドゥバル、
悪魔が誘う天国の味です。ジョベオ。アワビいただきます。うまい。歯ごたえがいいな。コリコリ。ジョベルとベアリングです。ナイスペア、ナイスペア、ジュベル&アワビ、ナイスペア。アワビごちそうさまでした。はい、今日はジュベルとアワビペアリング成功しました。美味しかったです。ベルギービールのストロングエール、ジュベル悪魔のビール、最高でしたね。で、アワビにペアリング成功です。美味しかったです。本日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。